おやつ食べたい。おやつ食べたい。昨日なんですけど、またやらかしちゃいました。去年の11月に僕過労で一回倒れてるんですね。でそこから何事もなく今日まで来たんですけど、昨日ですね、去年の11月の時と同じ症状がまた出てしまいました。で今回はお風呂場ではなくて車の運転中にその症状が出たんですよね。まあ、どんな症状かっていうと、眼球がとてつもなく痛くなって、で少しすると吐き気がしてきて、でさらに過呼吸になるっていう症状なんですけど、運転してる最中に急に眼球がとてつもなく痛くなってきて、でそこからね、なんか今回はめまいだけじゃなくてチカ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 するような感じになったんですよね。でやばいと思って焦ったせいか過呼吸になり始めたんですよ。運転中の過呼吸は本当にやばい。で焦って急いで近くにちょうどお店があったので、そこの駐車場に入ったんですけど、止まってからとにかくまずその過呼吸を落ち着かせなきゃと思って、まあ、深呼吸をしてゆっくり呼吸をするようにして、なんとか抑え込むことに成功しました。あのまま運転してたら間違いなく大事故を起こしてたと思います。ちょうどね、その駐車場に止まるのにもその道路渋滞していて、ゆっくり走ってたんですね。でちょうどこうフラ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 しながら運転してたので、マジで危なかったですね。急に起きてしまったことなので気をつけようがなかったんですけど、なんとか駐車場に入ることができて事なきを得ました。で過呼吸がある程度落ち着いてきたら、まあ単純に眼球がすごく痛いのと目がチカチカしてるっていうだけの症状が残ったんですけど、スマホですぐ調べてみたんですね。去年起こったことと何ら症状が変わらないんですよね。で、なんでだろうと思って検索してみたら、まず眼球が痛くなるのは水分不足かもしれないっていうふうにネット上では書いてありました。でその目がチカチカすることも水分不足にありがちな症状っていう風に書いてあったんですよね。で思い返してみると、去年救急車で運ばれたんですけど、運ばれている時に救急隊員の方がチラッと言ってたような、ちょっと僕もその時もフラフラしてたのでうる覚えなんですけど、なんか水分量が足りてないみたいなことを言ってたような気がするんですよね。で思い返してみたら、僕これ悪い癖なんですけど、仕事が忙しい云々とかではなくて、何か行っている時に集中しちゃうと時間を忘れてしまう癖があるんですね。まあ例えて言うなら、動画の編集をしている時、1日に例えば動画4本編集するとして、例えば6時から動画の編集用意スタートってやったとして、もう集中しちゃってるので午後とかになってもずっと編集してるんですよね。でその間の僕の中での時間感覚は30分とか1時間ぐらいの感覚でしかないんですよ。でその間に集中してるから水分取ってないんですよね。成人男性が1日に取らなきゃいけない水分量よりも圧倒的に水分が足りてないと思うんですよ。でその駐車場を止めたところがちょうどお店だったので、OS1 っていう熱中症とかになってしまった時とかに飲むあの OS1 ですね、ゆっくり時間をかけて2本1日で全部飲みました。でその日はもう作業も何もせずに、気分もあまり良くなくて吐き気もしてたので寝たんですよね。で次の日になったら眼球全然痛くなくなっていて、目のチカチカとかも全くなくなったんですよね。なので、まあ、8割型水分不足による症状だったのかなと思いました。なので今はスマホでタイマーをセットして、もう時間が来たら飲み物を飲むっていう風にするようにしました。そうすれば集中していてもそっちに一旦気が行くので、集中してることを思い出して作業を止めることができるんですよね。そんな感じで1日今2リッターを目安に水分補給をするようにしました。まあ、水分を取ってるので今はとても体の調子がいいんですけど、これから暑い時期になるので皆さんも脱水症状にならないようにこまめに水分補給を行ってください。お前が言うなよって感じですけどね。